フッティルーテン冬の暴動港に入港するトロルフィオルド・ゴーベルゲンから北行き、キルケネスから南行きが出発し、それぞれの終着地で折り返すダイヤを組んでいる。北港が六泊7日、南港が五泊6日の日程である。クルーズ船とは違い、沿岸各地を小刻みに停船しながら航行する。ノルウェー西岸部は、 山が海まで迫った地形をしているので、陸路よりも回路の方が便利であり、交通が発達した現在でも生活物資を確実に届ける存在としてなくてはならない存在感を放っている。と同時に、フィヨルドやルホーテン諸島、ノールカップなど、風光明媚な場所をめぐることから、観光路線としての需要も高く、クルーズ客船並みのサービス設備を誇る船を就航させている。 特に冬場は、フィヨルド周辺をめぐるクルーズが探検クルーズ以外には、ないので、ノルウェー沿岸で、オーロラハントができるクルーズ船として貴重である。また、ノルウェー沿岸以外にも、北極やスピッツベルゲン、南極などの極地クルーズも行っている。前述したように、ノルウェー西岸部の町や村々は、得意な地形によって19世紀後半まで分断、孤立していた。しかし、 この海域は豊かな漁場として知られていて、早急にも南北をつなぐ交通、交易ルートの構築に迫られていた。1891年、ノルウェー政府はトロンハイム・ハンメルフェスト間を結ぶ海の道を作ることを決定する。冬の極夜や無数の岩礁、数少ない灯台など不可能かと思われた航路構築であったが、1893年7月2日、 リチャードウィズ・スタンダードタイプのノール・カップ号、ミレニアムタイプのフィンマル・ケン号・フッティ・リューテンに、現在所属している船舶は14隻で、うち12隻が、ベルゲン、キルケネス・ベルゲンの航路に就航しており、残りのフラムは、北極南極の極地クルーズ、ノール・チャーネンはスピッツ・ベルゲンの探検クルーズに従事している。定期航路についている11隻は、クラシック、2隻、スタンダード、 6隻ミレニアム、4隻に分類されている。まず、クラシック船の2席、露テ店、ベステローレンは1万トンを割り込むなど小型であり、最小限度の設備しかない。両船とも客室のカテゴリーがアウトサイドまでしかなく、露テ店に至っては、内側キャビンの専用シャワールームが存在しない。その一方で、ホテル化が進行する最新鋭船とは違って船、らしさが残っており、 文字通りクラシカルな雰囲気を楽しむことができる。ミレニアムとスタンダードタイプの船内設備はそれほどの差はなく、ミレニアムの方がスイート船室の数が多いというぐらいのものである。フィンマルケン号のラウンジまず、朝、昼がビュッフェ、夜が基本コース料理のレストランがあり、その他にも軽食ショップやバーがある。その他の設備にはインターネットカフェやパノラマラウンジ、 カンファレンスルームなど、船によっては弱ジ,ジーが装備されていることもある。クルーズ船とは違い、大規模な劇場やカジノはない。客室の等級は、ポーラーインサイド、ポーラーアウトサイド、アークティックスーペリア、エキスペディションスイートの4つ。大部屋はなく、タンク間の乗船で部屋を取らないのというのであれば、公共設備で時間を潰すことになる。そのうちアウトサイドは場所によっては、 視界が一部遮られるなど、細かく分けられている。スイートの質や数によって、スタンダードとミレニアムの差別化が図られており、ミレニアムタイプのスイートになると、バルコニーも装備されており、スイートといっても申し分ない設備を備えている。ただし、基本となるアウトサイドの部屋面積が8平方メートルから13平方メートルと狭く、フェリーとして見るなら、豪華ではあるが、 本職のクルーズ船と比較するとシンプルと言えるかもしれない。ポーラーアウトサイドとアークティックスーペリアは部屋のサイズは同じでテレビや湯沸かしポットといった設備の有無が異なっている。クルーズ船としての設備が強調されがちなフッティルー店の各船であるが、路方店以外の船には車両搭載スペースが確保されており、この辺りはフェリーだと言える。ありがとうございます。